日本語の方言のアクセント外関係版式及び、その亜種東京式、N 型部型形反東京中間型東京、無中間型日本語の方言のアクセントでは、日本語のアクセントの地域による違いや分布、またアクセントの歴史について記述する。日本語の多くの方言は、英語のような強弱アクセントではなく、肯定アクセントを持っており、単語、 または分節ごとに音の工程の配置が決まっている。その配置に地域による方言差があり、代表的なものに東京式アクセントと京阪式アクセントがある。京阪式アクセントは近畿を中心とした地域に分布し、東京式アクセントはそれを東西から挟むように東日本や中国地方など広い範囲に分布する。東京式アクセントでは、 音が高い部分から低い部分へ下がる位置がどこにあるかによってアクセントを区別するが、軽半式アクセントでは下がる位置だけでなく五等が高いか低いかも区別する。また、九州西南部などに分布する二型アクセントでは、アクセントが2種類に限定されており、下がる位置は、いう意味ではないと考えられている。一部の方言では、 音韻的に有意味なアクセントがなく無アクセントと呼ばれる。アクセントは地域間で規則的な対応関係があり、このことから全国のアクセントは過去の同一のアクセントが変化したものと考えられている。有アクセントの多くの方言では音が下がる位置がどこにあるかが区別される。例えば、東京方言で雨がは雨がと発音され、あの後に 下がり目がある。足がは、足がと発音され、死の後に、下がり目があり、風がは、風がと発音され、下がり目がない。下がり目の直前の白には、アクセント角と呼ばれる、ピッチ変動をもたらす特徴があると考えられる。東京の場合、アクセント角はその次の白を下げる働きがあるため、下げ角といい、丸で表す。 東京方言の雨は肩を持ち、足は丸々型で、風は丸々型である。アクセント角がある方を有格型、ない方を無格型と呼ぶ。東京の場合、音の上昇は単語固有のアクセントではない。東京方言では、間を区切らず一とまとまりに発音した部分の一拍目と二拍目の間に音の上昇が見られる。この 区ごとに現れる音調を区音調と呼ぶ。この風が、この足がと区切って発音すれば、それぞれの最初に上昇が現れるが、区切らずに発音すれば、この風が、この足がのように最初にしか上昇は現れない。丸を使った表記は、アクセントだけを取り出し抽象化したものであり、風が足がのような表記は、アクセントと、 クオン調の性質を同時に表記したものである。発話における、実際の発音では、アクセントだけでなく、クオン調や、焦点となる語の最初に現れる上昇、疑問文での文末の上昇が加わって音調が決まる。型と型のように、東京方言では無格型と、最後の白に、アクセント格がある方は、そのままの形では発音の区別はつかない。例えば、 花と花はどちらも花で違いはない。しかし、がなどの助詞をつけると、花がと花がで区別できる。がのような助詞は固有のアクセントを持たず、自立後のアクセントに従属する。以上のことから、以下では音調を表すときに、可能な限り助詞付きの形で示している。京阪式アクセントなどでは、白内で加工が聞かれることがあり、この場合、 白の最初が高く最後が低い。例えば、京阪では、雨には二拍目に、白内加工があるが、これを、雨へのように表記する。日本語のアクセントは地方によって異なっているが、無秩序に異なっているのではなく、規則的な対応関係がある。例えば、風が、鳥が、牛が、を東京で、低高校と発音し、京都で、高高高と発音する。足が、 犬が、ガツが、を東京で、定校帝、京都で、皇帝、帝と発音する。雨が、秋が、声が、を東京で、皇帝帝、帝京都で、定校帝と発音する。このような規則的な対応関係は、東京と京都だけでなく全国の方言間にあり、このことは、全国の方言アクセントが一つの、素アクセント体系から分かれ出たことを意味する。そして、 文献資料や現代方言の比較から、記録に残る平安時代の京都アクセントが、祖アクセントに最も近い体系を有していたと考えられている。祖体系に見られる、アクセントの形別に従い単語を分類した各、グループを類と呼ぶ。二拍名詞には、第一類から第五類までの五つの類があり、前述の、風、鳥、牛は、第一類、足、犬。 月は、第三類、雨、秋、声は、第五類である。現代諸方ことのアクセントは、平安期京都アクセントに近いものが様々な変化をしてできたものと考えられ、各地とも変化の過程ではいくつかの類が統合して、同じ型になっている。現代諸方ことのアクセントは、各類がその地で、どのような組み合わせで統合しているか、また各類が、 どういう型になっているかによって比較することができる。日本語のアクセント分布東京式アクセントが分布するのは北海道、東北北部、関東西部、甲信越、東海、奈良県南部、近畿北西部、中国地方、四国西南部、九州北東部である。東京式アクセントは大きく内輪東京式、中林東京式、外輪東京式に分けられる。 内輪式は、名古屋、岐阜、岡山など近畿に近い地域に分布し、その外側の西関東や広島などに、中輪式、さらに外側の長野県北新、新潟県中越、大分などに、外輪式が分布する。東京方言の場合、二白名詞の第一類は、牛が、第二点三類は、石が、第四点五類は、糸がと発音する。これらはそれぞれ、 抽象化すると型、〇〇型、型と表される。東京式アクセントでは、下げ角がどこにあるかが弁別される。東京式角タイプの各類のアクセント型は次の通りである。東京方言の九音町は一拍目と二拍目の間に上昇があるが、地域により他のパターンもある。北大方言では三拍以上の語で、男、湖のように。 アクセント角の直前で上昇する。名古屋、岐阜では、友達のように二拍目の直後で上昇する。上記のほか東京式にはいくつかの編集アクセントがある。北海道及び北大方言では二拍目しで方が少なく、秋田県、山形県省内、最上地方、新潟県阿賀野川以北などでは、 二拍名次第4.5類のうち二拍目に公母院を持つものは〇〇型で、共母院を持つものの見方となる傾向がある。岩手県南部、宮城県北部では二拍名次第1.2類が〇〇型なのは、外輪東京式と同じだが、第3.45類が〇〇型で、型がない。福岡県筑前地方では型と型、のみで型がない。 島根県出雲市大社町付近では、二0名詞の第四類のほとんどは〇〇型であるが、第五類のうち二0目に共母院を含む場合は型となる傾向がある。部分的に、第四類と第五類の区別があるようにも見えるが、見かけ上の区別である、可能性もある。岡山県備前市日生町総合は、二0名詞は、第一類が〇〇型。 第2.45類が丸〇型、第3類が丸〇型である。東京式に近いが、第1類と2類と3類の区別を持つ点が珍しい。また、新潟県村上市の旧三面村奥三面、山形県鶴岡市の旧東田川郡大泉村、大鳥も同様の類別体系を持つ。軽半式軽半式アクセントは近畿大部分から、 福井県小浜市付近と岐阜県伊比川町、四国の大半に分布する。京阪式アクセントは、下げ角の位置だけでなく、五島の工程も弁別する。五島の高いものを高気式、低いものを定気式と言い,い、高気式を H、定気式を L と表す。例えば二白名詞には、H 型、H 型、L 型、L 型がある。高気式は、 高く始まり下げ角まで平らに発音するので平進む式ともいう。定期式は低く始まり上昇するので上昇式とも言う。定期式は近畿中央部ではカマキリのように角のある一拍のみ高く、角がない場合はウサギ、ウサギガのように分節末が高く、ただし次に後期式の5が続く場合はウサギガオルのように分節末まで低い。一方、 高知市などでは、カマキリ、ウサギのように二拍目から高くなる。京阪式では、白内での音の加工が聞かれることがあり、近畿中央部などでは二拍名詞第五類は助詞を付けない、単独の発音では、アメエのように二拍目に、白内加工がある。類別体系では、京阪式では二拍名詞に第四類と第五類の区別があるところが、東京式との大きな違いである。 和歌山県那智勝浦町や三重県渡来郡南部では、高記式の語の一拍目が低く発音される。例えば、主流の京半式で、風が、桜が、頭がと発音するものを、風が、桜が、頭がのように発音する。ただ、その前に、無角型の語がつくとこ、この風が、この桜が、この頭がのように語頭が高くなる。一方、低期式の語は、 後藤が低いままであり、この地域のアクセントも高気式と低期式を区別する体系を持っている。三重県熊野三重県尾瀬市旧早田村から熊野市海岸部、三浜町、気泡町にかけてのアクセントは山口幸弘によるとほぼ同質のアクセントで、二白面市では第一類が〇〇型、第二点三類は〇〇型。 第4類は上昇性のない平凡な発音、第5類は〇〇型である。ただし、第2.3類は、単独では、足だが、助手付きでは、足がとなる傾向が強い。第1類は、風が、風が、風がのすべてがありえ、しかし第4類とは区別される。一方で、第1.4類ともに、風が、風がのような音調が現れることもある。 第4類には、珍しい現象があり、前に語がつくと、この糸と発音され、この点で、この牛となる、第1類とは異なっている。石川県のと石川県のとのアクセントは地域による、変異が激しいが、のと主流のアクセントでは、二拍名詞の第1類は、風、風がのように発音され、第2.3類は、池、池がとなり、第4類は、海、 海がで低く平板。第五類は単独では、雨だが、女子がつくと、雨がになる。従って、能登では、低イコと、低抵抗と、低低低は区別される。ただし能登では、二拍目の母音の公共によって、発音の違いがある。近代地春彦は、この、能登のアクセントは、京阪式から、東京式に変化する途中のアクセントであると考えた。 タルイ式計半式から、後期式と定期式の区別をなくしたようなアクセントが、近畿周辺部や四国山幹部、北陸の一部に分布している。これを、タルイ式アクセントと呼ぶ。このうち、兵庫県赤穂市、愛い市、辰野市や和歌山県新宮市、旧本宮町などのアクセントを、C 型アクセントと呼び、二白名詞第五類を、アメガまたは、アメガと言い,い、 1> 第1類と第4類が統合して、糸がまたは、糸がといい、第2.3類は、石がとなる。これらは、下げ角だけを弁別する東京式と同じ体系であり、第1.4類が、丸〇型、第2.3類が、丸〇型、第5類が、丸〇型である。一方、岐阜県樽井町や福井県大野市、勝山市、京都府福知山市、 兵庫県丹波市などでは、第5類は型になっている。これらの地域では、第1 4類が〇〇型で、第2.35類が〇〇型であり、B 型アクセントと呼ばれる。富山県のアクセントでは、B 型アクセントから、さらに母音の公共に応じて変化が起きている。第2.35類のうち、2拍目が公母音のものは〇〇型で、 二拍目が共母院のものだけ方で、とどまっており、表面上はかなり、東京式に近いアクセントになっている。東京式と樽井式、B 型、C 型の接触地域の一部、具体的には、兵庫県赤市、福浦や佐用町、末金、奈良県五条市大東町、坂本、天川村、中屋、岐阜県海津市南の町境。 松山などでは、二拍名詞の第一類の見方で、第2.34.5類が、〇〇型である。これは、A 型アクセントと呼ばれ、たる意識に分類されることもあるが、第四類が第一類とは別になっている。寒抜式香川県、徳島県北西部、愛媛県東部には、寒抜式アクセントが分布する。佐抜式は、計半式に似るものの、二拍名詞で、 第三類が第一類と統合している点が異なる。観音寺市などの香川県西部では、京阪式の後期平進む式と定期上昇式ではなく、加工式と定節式の対立がある。加工式,式を、定節式を、アンドで表すと、二拍名詞第1.3類が、型、第二類が、型、第四類が、アンド型、第五類が、アンド型である。 加工式では、二拍目と三拍目の間に、小幅な加工がある。そのため、第1.3類は、犬がに近いが、がが、やや低くなる。第二類は、石が。定説式では、第四類、糸がは、平板な音調あるいは最初が低く二拍目から少し、高くなるが、必ずしも最初が低いとは限らず、高く平板な音調の場合もある。ただ、 その前に語をつけると、この糸のように必ず低くなる。第5類は雨が、アメサヌキ式は内部に、様々な変異があり、複雑な分布をしている。高松市などの香川県東部では2拍名し第1.3類は、犬がであり、第2類のうち、音など2拍目が公母院のものは、音がとなる。四枠本島や淡島、愛媛県四国中央市川野 徳島県旧山城町、徳島県旧一宇村では、二泊名詞は、第2類は〇〇型、第4類は〇〇型だが、第1.35類が型になる。また、徳島県三好市出会いでは、第1.23類が〇〇型、第4類が〇〇型、第5類が〇〇型である。学部島式岡山県の学部島のアクセントでは、二泊名詞は、 1> 第1.5類が、風、第4類が、糸、第2類が、石井、第3類が、犬型となっている。香川県佐、柳島のアクセントもこれに似るが、複雑な体型を持っており、型の種類が全国で最も多い。伊吹島香川県の伊吹島では、全国で、唯一、二拍名詞の5つの類をすべて区別している。近代地春彦によれば第一類。 風、第二類、川、第三類、山、第四類、傘、第五類、雨である。上野全道によれば、平ら進む式 H、加工式、上昇式 L の対立があり、第一類は、H 型、第二類は、H 型、第三類は、型、第四類は、L 型、第五類は、L 型である。石川県加賀、福井県今城石川県旧白峰村の、 アクセントでは、加工式、と、平進む式、あるいは非加工式。ここでは、無印とするの対立がある。白鳳の加工式音丁は、二拍目が、最も高く、三拍目以降は緩やかに加工していく。ただし、助詞のつかない二拍語では一拍目が、やや高く二拍目には、小さな白内加工が聞かれる。二拍名詞の第一類が、型、 第2.3類が〇〇型、第4.5類が〇〇型である。三泊語では、室町時代の京都アクセントで、H 型だったものが、型に、H 型が型に、H がに、L 型と、L 型が統合して型になっている。加賀地方の平野部では、これが母音の公共に応じて変化している。例えば、加賀市大正寺では、二白名詞の、 第1.23類のうち、二拍目が共母院を持つものは、〇〇型で、二拍目が公母院を持つものは、〇〇型である。一方で、金沢市では、第1.23類のうち、二拍目が、優性子員かつ共母院のものが、〇〇型で、二拍目が、無性子員、または公母院のものは、〇〇型である。ただし、金沢市の明治生まれを中心に、 対象中頃までに生まれた世代では、第1類はすべて、〇〇型で、第2.3類とは区別される。第2.3類の大部分が型になるので、やや、東京式に近い。なお、金沢における型などの5末に、核のある型は、最終箔に、白内加工がある。金沢市でも第4.5類は〇〇型である。 福井県旧今城町では二拍名詞の第1.23類が〇〇型、第4.5類が型になっている。福井市東部の宮間町は市見川流域にも第1.23類型、第4類型で型のないアクセントがある。佐渡島、今州、八幡田浜新潟県佐渡島のうち、北端部と南西部では二拍名詞の第1.5類が〇〇型、第2.3類型、 丸〇型、第四類が丸〇型である。佐渡中央部では、第1四五類が統合して型、第2三類が丸〇型である。岐阜県関〇原町今、主や愛媛県八幡浜市のアクセントでも、第1四五類が丸〇型、第2三類が丸〇型である。三白語を見ると、室町時代の京都アクセントで、H 型、L 型、 L 型だったものが統合して型になり、室町時代京都で、H 型だったものは型、H 型だったものは型になっている。三重県大和瀬、紀北三十県紀北町のアクセントでは、二拍名詞は、第一類が、第二点三類が、第四点五類が、〇〇という体型を持っている。また、同種のアクセントが、奈良県下北山村池原にもある。 おわせ市中心部、茎のアクセントは、基北町のものに近いが、複雑な体型を持っており、研究者によって解釈も分かれる。第1類は〇〇型、第2.3類は〇〇型である。第1類は、うし、う、しゃのように発音される。第4.5類は、単独では、糸と発音されるものの、型の、このが前に来ると、この糸のように低く発音される。 また、第4.5類の後につく5は、糸切るのように低く発音される。ただし、第4.5類の後の助詞は低くならず、アンミアフルのように助詞の後が低く発音される。近代地春彦はこれを、第4.5類には、後頭の直前に、下がり目があるため、この糸のようになり、また2拍目の直後にも下がり目があるため、糸切るのようになると解釈した。 奈良県下北山村の大瀬、恩江だと、三重県大瀬一子号のアクセントでは、二拍名詞は、第一類が、〇〇型、第二点三、四点五類が、〇〇型である。各方言の比較表日本語の多くの方言では、音の下がり目の位置を区別するが、上がり目の位置を区別する方言もある。奈良田のアクセント、山梨県早川町奈良田が、 その代表で、奈良田のアクセントでは、上げ角丸を弁別する。上げ角は、その次の音を上げる働きを持つ。上げ角の位置は、周辺の中輪東京式アクセントの下げ角の位置と、ほぼ同じで、しかし、角の種類が違うため工程は、全く違ってくる。無角の場合は、風がのように一拍目が高くなる。このように、一拍目に、 揚げ角がある場合を除いて一拍目が高くなるが、これはアクセントの弁別的特徴ではない。遊覚の場合、揚げ角の後の高い部分は原則として一泊である。型の猿は猿が、型の山は山がと発音される。三泊語になると、型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 のようになる。埼玉県東部にも似たアクセントがあり、 埼玉特殊アクセントと呼ばれるが、型の区別が曖昧である。青森などの上り角アクセント同じく音の上がり目を区別するアクセントで、上り角丸を弁別するものがある。上り角は、その音節、白が上がるというものである。上り角によるアクセント体系は、青森県の青森市や弘前市、岩手県雫石町から報告されている。 これらの方言では、単語の言い切りの形では、東京式アクセントと同じ音調であるため、東京式アクセントに分類されていたが、文中での接続の形から、下がり目を弁別しているのではないことが、明らかになった。例えば、広崎市では、猿は、言い切りの形では、猿。であるが、文が繋がっていく場合では、猿も、となる。山の言い切りでは、山。だが、 接続の形では、山も、となる。弘前市のアクセントで弁別されるのは上がり目であり、下がるのは、言い切る時の最後の一つ前と決まっている。猿は丸々型、山は丸々型であり、上り角のあるところから高くなる。三白語では、型では、狐も、型は、うさぎも、型では、男も、のようになる。岩手県宮古市も上り角アクセントだが、一語に、 高温部の山が2回現れる場合がある。角が3拍目以降にある場合は、からかさ、タナバターのように、五等から角の2拍前まで高く、角直前で低く、角で再び高くなった後加工する。角が1.2拍目の場合は、高温部は1箇所だけで、クジラは高中低、フロン式は抵抗中引くとなるなど、角の後の加工は緩やかである。 無角の場合は、水、水が、魚、魚が、鶏、鶏がのように、分節の長さに応じて、加工、上昇の位置が動き、高、高低高の音調で現れる。無角の場合に現れる、高、高低高が、都方言における基本の区音調と考えられ、有核の場合は、角より、前の部分に、区音調として、高、高低が現れる。 以下で解説する3型アクセント、2型アクセント、1型アクセントを総称して N 型アクセントと呼ぶ。N 型アクセントとはアクセントの対立数が一定数以下に限定されているアクセント体系を指し対立数に応じて3型、2型、1型と呼ぶ。吸収性南部式吸収性南部には白数が増えてもアクセントの型が2種類しかないアクセントがある。 このようなものを二型アクセントと呼び、口述の三国式アクセントもそうである。九州の二型アクセントは、九州西南部式アクセントとも呼ばれる。単語は A 型と B 型のどちらかに属しており、一泊名詞では、第一点二類が A 型、第三類が B 型に属し、二泊名詞では、第一点二類が A 型、第三点四号類が B 型に属す。 二型アクセントでは、単語単独と助詞付きでは、高い部分の位置が異なり、助詞付きの時はその助詞付きの形と同じ長さの名詞と同じ音調になる。この現象を、系列化と呼ぶ。例えば、長崎県南部では、A 型は、風、風が、体、体が、かまぼこのように、二拍の分節では一拍目を高く。 三拍以上の分節では二拍目までを高く発音し、B 型は、傘、傘が、カラス、カラスが、雷のように、最終拍を高く発音する。また、鹿児島県大部分では、A 型は、風、風が、桜、桜がのように分節の最終音節の一つ前の、音節が高く発音され、B 型は、傘、傘が、頭、頭がのように、 最終音節を高く発音する。鹿児島県枕崎市では、皇帝の様相がかなり違い、A 型は風、風が、B 型は傘、傘がのように言う。種子島北部も枕崎のアクセントに似る。沖のアクセント、島根県沖諸島のアクセントは、狭い範囲で、激しい地域差がある。大きく分けても一部、西の島中之島。 道後南部、道後北部の3つに分けられ、それぞれも集落による違いがある。下表は、それぞれの代表地点として、チブ、別府、五下のアクセントを示したもので、で区切られた左側が助詞をつけない単独形、右側が助詞をつけた形である。渋以外では、白数が増えてもアクセントの型の種類は3種類のみで、3型アクセントである。 一部では2種類のみで、2型アクセントである。沖でも九州西南部式と、同じく、系列化の現象が見られる。福井麗北、福井県麗北の平野部には、堺市三国町や蕨市、永平寺町、松岡などに、三国式と呼ばれる2型アクセントがある。二拍名詞では、第1.4号竜を風、風が、第2.3竜葉、石、石がのように発音する。 これは、下がり目の有無のみが区別されており、第1.45類が下がり目あり、第2.3類が、下がり目なし、という体型である。白数が増えても、2拍目から高く最後の白の直前で、加工する有加工型と、最後まで加工しない無加工型の2種類の型からなる。ただし型の区別は曖昧で、調査方法によって、無アクセントとされる。 福井市内でも三国式アクセントが現れることもあれば、三国町での調査で全員が無アクセントとされたこともあり、山口幸弘は調査でアクセントの区別が現れたとしても、方言としての自然な姿は無アクセントではないかと指摘している。最近の調査では、霊北の沿岸部で多種の三型アクセントが発見されている。 阿波羅市には3種類の3型アクセントを含む多様なアクセント体系が複雑に分布しており、福井市沿岸部には4種の3型アクセントがあり、堺市三国町、安島越前町栗屋、国すの木も3型アクセントである。これらはいずれも型区別は明瞭である。地区により音調の違いがあるものの、各方の所属語彙は共通しており、二拍名詞は、 おおむね、第1類と、第2.3類と第4.5類が区別されている。一型、アクセント、宮崎県宮古野城市、鹿児島県旧支部市長のアクセントでは、すべての単語、文節において、最終音節を高く発音する。例えば、木が、雨、雨が、男、男もなど、すべての語のアクセントが同じであり、このようなアクセントを一型アクセントと呼ぶ。 一型アクセントでは、アクセントによって、単語を弁別する機能はないが、文節のまとまりを示す機能を持つ。型の区別が曖昧なアクセントを総称して、曖昧アクセントと呼ぶ。和者のアクセントが一定せず、同じ語を複数の型で発音する傾向がある。アクセント体系が崩壊して、無アクセントに変化する途中であるとする説と、逆に、 無アクセント和者がアクセントを獲得しようとする途中のアクセントであるとする説がある。埼玉特殊アクセントと埼玉県東部には、奈良田方言のアクセントに似たアクセントがあり、埼玉特殊アクセントと呼ばれる。音の工程が、中林東京式とほとんど逆になるが、中林東京式アクセントと無アクセントの中間系のアクセントと考えられる。 埼玉特殊アクセントの中でも、地域による違いが大きく、例えば、蓮田市では、雨が、石が、秋が、和須市では、雨が、石が、秋がのようなアクセントであり、型の区別が曖昧である。戦前は、東京都足立区、葛飾区、江戸川区、千葉県浦安市にまで分布していたが、戦後は、東京式アクセントの範囲が広がった。栃木県佐野市。 群馬県立林市、板倉町付近にも中林東京式と無アクセントの間の曖昧アクセントが分布する。また、外林東京式の編集アクセントと無アクセントの分布域の境界地帯にあたる、宮城県北部から山形県北東部にかけても埼玉東部に似たアクセントが分布している。二拍名詞の第4.5類のほとんどが河町となり、 第一点二類が無造作な発音では、風調となるが、型の区別が曖昧である。東北南部、関東北東部や八丈島、静岡県大井川上流域、福井県麗北地方平野部、九州中部などでは、単語のどこを高くするという決まりがない。これを、無アクセントという。琉球方言のアクセントは、内部の差が大きいが、 多くは2型、または3型の N 型アクセント体系を有する。琉球方言では、本土方言とは異なった類の分裂と統合が見られる。二拍名詞の第3.45類は、琉球方言では、各類が分裂して、別々の型に属している。琉球の各方言の比較により、琉球祖語の二拍名詞は、A 系列。 B 系列、C 系列の3つの系列が区別されていたと想定される。徳之島、沖野選ぶ島、与那国島などで A、B、C が区別されるほか、方言により一部の系列が統合して A、B、C、A、B、C、AC、B のように区別されている。どの類が、どのアクセント型に属すか、という対応を離れて、各方言で、 どのようなアクセントの弁別体系を持っているのかを見る。東京式アクセントや京阪式アクセントでは、白数が増えるとそれだけアクセントの方の種類も増える。例えば東京では、二白語には、〇〇の3種類、三白語には、の4種類のアクセントがある。つまり N 白語には N プラス1種類のアクセントの型がある。このような、 白数が増えるに従って、アクセントの型が増えるものを、多形アクセントと呼ぶ。一方、九州西南部式などの2型アクセントでは、白数が増えても型の区別は2種類である。また、島根県の沖諸島では、白数が増えても型の種類は3種類までである。このような、白数が増えても型の区別が、一定数以上に増えないものを、N 型アクセントと呼ぶ。 東京式アクセントでは下げ角の位置のみが言う意味であり、位置のアクセントとみなされる。一方、京阪式アクセントや N 型アクセントに見られる音調を語成長とみなす説もある。語成長とは、覚悟、文節は、どのパターンを持つか、が言う意味なものである。語成長は、単語、文節全体にかかる音調パターンであり、その方言において、 どのパターンがあるかが決まっている。例えば、鹿児島方言では、最後から2音節目が高く最後に加工する A 型と、最後の1音節が高い B 型の2種類の語成長を持っている。軽半式アクセントは、この語成長と1アクセントの両方を持ち、高気式、低期式の2つの語成長と、下げ角の位置が組み合わさったものである。複合語のアクセントは、 その構成要素のアクセントそのままではない。複合語のアクセントは、処方ことにおいて、一定の生成規則が存在する。複合語が2つの形態素からなる場合、例えば、みかん畑の場合、1つ目の形態素を全部要素、2つ目の形態素を後部要素と呼ぶ。複合語のアクセント規則には、全部要素、後部要素それぞれのアクセントや、 それぞれの長さが関わる。例えば、東京方言では、複合名詞の後部要素が3拍の場合、後部要素の単独系のアクセントが型なら、複合語は5末から2拍目にアクセント角が置かれる。それ以外の後部要素なら、複合語は5末から3拍目にアクセント角が置かれる。ただし若い世代では、後部要素が型であっても、 複合語がマイナス3型となるので、後部要素のアクセントに関わらず、後部要素が3拍なら、複合語はマイナス3型となる。一方、後部要素が5拍の場合は、後部要素のアクセント角の位置がそのまま、複合語に反映される。後部要素が2拍の場合、後部要素が、船、空ならマイナス2型、虫、川ならマイナス3型、山、色なら、 無角というように、どの交部要素であるかにより個別に複合語のアクセントが決まる。東京では全部要素は複合名詞のアクセントに関与しない。東京のような交部要素によって複合名詞のアクセントが決まる方言は、他に広島市や岡山市、名古屋市といった内輪東京式、中輪東京式の方言があり、いずれも後部要素の長さが三拍の場合は、 複合名詞はマイナス3型が原則である。京阪式アクセントの京都方言では、複合名詞の式は全部要素の式により決まり、アクセント角の位置は後部要素によって決まる。全部要素が後期式ならば、複合後も後期式、全部要素が定期式ならば、複合後も定期式であるのを原則とし、これを式保存の法則という。ただし、 全部要素の長さが短い場合は、例外的に、全部要素が定期式で、複合語が後期式となる場合が多い。後部要素の長さが三拍の場合は、複合語のほとんどがマイナス三型である、みかん畑、野菜、野菜畑。したがって、後部要素が三拍の場合の複合名詞の、アクセント角の位置だけを見ると、東京の若い世代と京都とで原則として同じになる。 後部要素が2泊の場合もマイナス3型が多いが、後部要素が、猿ならばマイナス2型、島ならば、無核というような個別の例外がある。同じ京阪式アクセントでも、和歌山市方言や徳島県阿南市方言など、周辺部の方言では、後部要素がマイナス2型である H 型、または L 型の場合には、複合語でもマイナス2型となる。歴史的には、 京都方言の五白の複合名詞の研究によれば、平安時代にも、式保存の法則が成り立っており、後部要素が三白の場合、全部要素が高気式なら、高高皇帝型、低期式なら、低低低高帝型となる、マイナス二型が基本であった。南北朝時代に、アクセント体系の変化が起きた、口述ために、低期式の基本的な複合語の方である、 低低て皇帝型が、高皇帝低帝低型へ変化し、式保存法則が崩れた。その後、もう一つの基本的な型である、高高皇帝型が、後期2型へ統合される傾向が見られ、現代京都のような式保存やマイナス3系を基本と、する規則へ移行したのは、近世以降の比較的最近のことだと考えられる。九州西南部式の鹿児島方言の場合、 複合語のアクセント規則に、後部要素は関与せず、全部要素が A 型なら、複合語も A 型、全部要素が B 型なら、複合語も B 型である。このように、全部要素によって、複合語のアクセントが決まる方言は、他の九州西南部や琉球方言にも広く、分布している。島根県松江市方言でも、全部要素が、 複合名詞のアクセントを決める。全部要素が無角なら、複合名詞も無角となる。全部要素が有格の場合は、複合名詞も有格で、後部要素の長さが3拍ならマイナス3型となる。後部要素の長さが2拍ならマイナス2型となる。例、わら、わらかご。花、花かご。鳥、鳥かご。 上り角を持つ岩手県雫石町方言では、後部要素の長さが三拍の場合、全部要素が無角なら、複合名詞も無角、全部要素が有格なら、複合名詞も有格で、後者の場合のアクセント角の位置は、後部要素のアクセントと音節構造によって決まる。日本語のアクセントの歴史については、京都のアクセントの記録が平安時代から残っており、 今の京阪式アクセントになるまでに、どのような変化をしてきたかが明らかになっている。代表的な資料に、平安時代後期の辞書、類寿命儀賞や、室町時代のアクセントを記した、補え忘れ記がある。類寿命儀賞では、文字の周囲に声点という、中国語の四声を表す点が付けられている。声点が、文字の左上に付されていれば上昇。 左下に付されていれば氷彰右上に付されていれば巨匠左中くらいのやや下がった場所に付されていれば軽氷床を表す。上昇は高い音調氷彰は低い音調巨匠は上昇調当世は下降調であったと推定されている。声点から明らかになった平安時代の京都アクセントは現代よりも型の種類が多く、 複雑なものだった。京都のアクセントは南北朝時代に大きな変化をしており、それより前の時代のアクセントを名義正式アクセント、それより後の室町時代のアクセントを補え忘れ式アクセントと呼ぶ。各類の名義正式アクセントから補え忘れ式アクセント、現代京都アクセントまでの変遷は表のようになっている。平安時代には 表に示したアクセントの他にも、ごく少数の語が持つアクセントとして、上る、上る高、上り低があったが、鎌倉時代に入るまでに、上るで始まる方は、高で始まる方に変化した。南北朝時代の変化では、以下の通り、五頭に、低が二拍以上続く後に変化が起こり、最後の、低だけを残して、それより、前の、低が、こうに変化した。 この変化により補え忘れ式では一拍目が低ければ二拍目は必ず高くなったがその後の変化で上がり目が交代し現代京都では低い拍が連続するようになっている現代方言の比較からその共通祖先に想定されているアクセントの区別を類という琉球語を除く現代方言の比較から再建される類は大部分において 名義正式アクセントに見られるアクセントの区別と一致すると考えられている。京都では南北朝期の変化によって類が統合した。類の統合を、で、区別を、で表示すると、二拍名詞では第1、2.3、4、5類という区別をするようになり、三拍名詞では第1、2.4、5、6、7類という区別体系になった。 例えば二白面子では、定定だった第三類が、肯定になって、第二類と統合した。アクセントの変化においては、一度統合してしまった。類は、その区別を、再び獲得することはできない。音、ガツ、犬、石、足、髪などの語彙が、同じアクセントになってしまったら、このうち、石、音、髪が、肯定で、ガツ、犬、足が、 定定だったという区別を復元するのは不可能である。ところが、外輪東京式アクセントでは、二拍名詞は、第1.2、3、4.5類という類の区別をしており、三拍名詞では、第1.2、4、5、6.7類となっている。外輪東京式では、京半式では失われた二拍名詞、第2.3類や三拍名詞。 第2.4類の区別があり、しかも外輪東京式は東北地方や大分県など日本の離れた地域に散在している。また、サムキ式アクセントでは2拍名詞は第1.3、2、4、5類という区別体系である。こうした事実から比較言語学の手法を用いることにより、すべての類を区別するアクセントを素アクセントとして想定し、 これが各地で、別々の変化、類の統合を起こして、現代方言のアクセントができたと考えることができる。方言アクセントの成立についての説で、比較的広く受け入れられ、通説となっているのは、近代一春彦の説である。近代一は、名義小式アクセントを素アクセントとみなし、京半式アクセントが変化して、東京式アクセントを生じたとした。 近代地が推論した、京阪式から、東京式への変化は次のようなものである。まず、高い部分が一泊後ろにずれた。高高低高、高低低高、低高低低、高高高低高高、高高低低高高、高低低高低、低低高低低低、低高低低低、低高低低低高次に、五頭に低い白が続く後は、五頭が高くなった。低低高低、 低低低低低帝、低丁高高帝皇低低帝一の変化は、高い部分を後ろに送ることにより、発音を楽にしよう、発話の負担を減らそうとする変化である。二の変化は、低い白が続くことを嫌い、明晰な発音をしようとして起きた変化である。近代地は、これらの変化は起きやすい変化であり、日本の複数の地域で、同じような変化をして、 東京式を生じたと考えた。うちは、中林東京式は、この変化で説明でき、ほとんどの類、品種で同様に考えると、京阪式から、東京式への変化が導ける。外林東京式アクセントは、補え忘れき式以降の京阪式とは、類の統合の仕方が違うため、補え忘れき式からの変化ではなく、名義称式からの変化と考えた。 外輪東京式の地域では、まず名義小式で後期式の語がすべて無角型になった。あと、京都で南北長期に起こった変化が起き、その後内輪、は、中林東京式と同じように山の交代、五島流期の変化を起こして、東京式になった。また、中林東京式と、内輪東京式の違いを見ると、内輪東京式の地域では、一泊名詞、第二類は丸型である。 これは、ナーガナーガの変化をした後、単音化が起きて、長になったと考えた。逆に中林東京式の地域では、先に単音化が起きて、ナーガナガとなった後、アクセント変化が起きて、長になったとした。また五段活用同士に、手のついた形は、京阪式のトンデに対し中林東京式で、飛んでになっている。これは、中林東京式の地域では、 トンデが、トン、でと分けられ二拍扱いだったため、トンデから高い部分が交代すると、でに、高音部が映ることになったためと考えた。以上が、近代地の、京半式から、東京式が生まれたとする推論である。なお、石川県の能登半島のアクセントは、二拍名詞第一類、風が、第二点三類、池が、第四類、糸が、第五類、 猿がというアクセントだが、近代地はこれを、京阪式から、山の交代だけが起き、東京式アクセントになりかけているアクセントだと考えた。近代地は、他方ことのアクセントについても、その成立過程を推論している。さぬき式アクセントは、名義小式が直接変化したもので、補え忘れ式アクセントを経ていないと考えられる。名義小式から、 五島に低い白が続く語で変化が起こり、低低高高、低低低高高高、低低高高高の変化が起こって、寒気式ができたと考えた。軽い式アクセントについては、軽半式が高気式と低気式の区別を失ってできたと考えた。うちは、中林東京式が補え忘れ気式以降の、軽半式から変化したと言っても、それは、 京阪式からの分岐時期が室町時代以降であったことを意味するわけではない。東京式アクセントが京阪式から分岐したのはもっと古い可能性があり、分岐後、補え忘れき式に近いアクセントを経て東京式になっただろうということである。よく、まず、もしなどのアクセントは京阪式、東京式ともに皇帝で一致する。これらのアクセントは、 平安時代の京都では上り帝だったが、鎌倉時代には京都で皇帝になった。もしこの変化が起きた後に、京阪式から東京式が分岐したなら、東京式ではこれらは抵抗になるはずであり、東京式は鎌倉時代より前の京阪式から分岐したと考えられる。また、奥村光雄は古くからある日常的に使う漢語が、 現代方言で和語と同じ対応関係を結ぶことを指摘している。つまり、二白名詞第一類に相当する、客、旧敵、徳、が、京半式で、H 型、東京式で型、九州西南部式で、A 型であり、第三類に相当する、熱、肉、菊、毒、が、京半式で、H 型、東京式で型、九州西南部式で、 b 型に属す。このことは、これらの諸アクセントが分岐した時期が、漢語が、話し言葉の中に浸透して、以降、つまり、平安時代以降であることを意味する。このほか室町時代の農学詞、コンパルゼン用取の、もう正しい新章に、犬のアクセントが、坂東、畜子で、犬、四国で、犬だとあり、現代方言と一致している。 名義正式で後期式無角のものが、九州西南部式や石川県加賀地方、島根県沖諸島などでは遊郭になっている。このことから、上野全道は、アクセントの後期式は、現代軽半式のような平進む式ではなく、香川県関音寺市のような加工式の音調を持っていたと推定している。例えば三泊名詞第一類なら、高高中のような、 小幅な加工があったとする。アク悪ンとの後期式に加工式を想定することで、九州西南部や加賀地方などで、加工式が下がり目に変化したという自然な推定が可能だとしている。近代地節では、外輪東京式が変化して、九州西南部式が成立したとしているが、上野や木部陽子は、九州西南部式における A 型、B 型の区別が、 名義正式の後期、定期に対応していることから、素体系から直接、後期 A 型、定期 B 型の変化を起こしたと推定している。また、加賀地方の白方のアクセントは、上の説では2白名次第1類は、加工式音調を保ったままほとんど変化せず、第3類が、計半式と同じく定低高低の変化を起こし、第5類が、 抵抗抵抗という変化をしたと推定している。服部と郎は三拍名詞第七類を、東京式アクセントで型になる、兜などのグループと、無核型になる、薬などのグループに分けた。上野はこれを引き継いだほか、さぬき式アクセントで三拍名詞第五類が型と、型に分かれることから第五類も二つの類に分けた。上野は日本語の祖語は、加工式と、 低心式、上り角と下げ角を持つ体型だったとしている。木部陽子は、アクセントの変化については後期式や定期式、アクセント角からなる、アクセント体型が、どう変化したかを検討する必要があるとした。木部は、名義小式アクセントは後期式と定期式、上げ角と下げ角の組み合わせだったと推定した上で、 大分方言の外輪東京式における下げ角の位置が名義小式の上げ角の位置と一致することから名義小式の上げ角が下げ角に変化して大分方言が成立したと考えた。また、東北北部のアクセントについて近代地は外輪東京式が変化したものとし、二拍名次第4.5類で二拍目が公母音を持つ場合にの変化が起きたと考えたが、目部は 名義正式の上げ角が上り角に変化し、強母音を持つ白は独立性が弱かったため角が、一つ前の白へずれたとしている。一方、早田明葉は、名義正式アクセントの定期式を二種に分け、三白、名詞第四点五七類はアクセントがない限り低く、平らな音調が続く、五成長、第六類は低く始まりすぐに上昇する。 ご成長を持つものとし、上がり目の位置は規定において指定されていなかったとした。早田は、2拍名詞第4.5類に、アクセント上の独立性の低い女子である、のがついた場合、どちらも、のが低くなるとなることから、第4.5類は、同じ L 型を持ち、第5類は、第2音節がやや長めに発音されたために、第2音節に加工調が現れたとした。 琉球語における B 系列と C 系列の区別について、服部ト郎は、北琉球方言の多くの地域でに音節名詞の C 系列の語の第一音節が長くなっていることから、C 系列は祖語において後藤に長母音を持っていたものであるとした。一方、小玉望は、B 系列と C 系列の区別は、飛琉祖語における、 ご成長の区別に対応するものと考え、二白名詞、第4.5類の内ち B 系列が、抵抗型、C 系列が、上る高型であったとしている。京半式が変化して、東京式が生じたとする、近代地説に、真っ向から対立するような説もこれまでに出されている。エスロバート・ラムゼーは、平安時代の文献に記された声点を定説とは、逆に解釈し、 上昇が低い音調、表昇が高い音調を表していたと考えた。すなわち、二拍名詞一類は、低、低、二類は、低高、三類は、高高、4.5類は、高低というアクセント型を持ち、これらの加工位置が保存された体系が、東京式で、近畿付近の方言では、平安時代よりも後に加工位置が前へ移動し、 現代軽半式が成立したとした。ラム勢がこう推定するのは、軽半式分布地域を囲むように、東京式が分布することを方言集権論で解釈したからである。方言集権論とは、語彙などが中央から地方へ次々と伝播し、中央から離れるほど古いものを保持するという見方である。近代地説も、ラム勢説も、 全国の方言アクセントを平安時代京都アクセントから変化したものとする点では同じだが、服部ト郎は近代地よりも早く発表した論文で、前述のように三白名詞に平安時代京都にない対立が東京式にあることを指摘し、祖語のアクセントは名義正式よりも古いもので、これが別々の変化を起こして名義正式と東京式とへ変化したとした。 近代一らの説に応用されている、比較言語学の手法は、それぞれの方言が、他の方言から影響を受けたり混じり合ったりせず、自律的に変化することを前提にしている。一方で、山口幸弘は、言語地理学の手法を用い、中央から外側へ向かって順番に、計半式、樽るい式、内輪東京式、中輪東京式、外輪東京式、新潟、 無アクセントが分布するのを方言集権論で解釈している。近代地は地方では教育の遅れや他地域との交渉の少なさからアクセントの変化が進みやすかったと考えたが、山口は逆に地方では中央のアクセントを習得しようと努めただろうとしている。ただし山口の説は中央の京阪式が一番新しいというものではない。 山口は、もともと中央に、京阪式、地方に、無アクセントがあり、無アクセントの人が、中央アクセントを習得しようとしたものの完全には、できず、変換作用によって苦手アクセントが生まれ、その後中央に近い地域ではさらにアクセント型の区別を獲得し、東京式、タルイ式に変化したと考えた。無アクセント固形説について検討した、高山道明は、 無アクセントは新しく発生したものだと結論付けている。その論拠として各地の無アクセント方言の間に偶然では考えられない、ウエン性が認められるわけではないことや、九州で東京式アクセントと新潟アクセントの分布域に挟まれて無アクセントが分布することを挙げている。多くの地域では一泊名詞は超音化し、二泊名詞となる傾向がある。 上野全道による。ただし鹿児島アクセントを1のアクセントで解釈する説もある。3と読む場合はマイナス3型。五段活用動詞は高高高、一段活用動詞は低抵抗新言集の論議に用いる語句の発音が記されている。17世紀の書だが、記されたアクセントは室町時代のものを反映している。江戸時代の京都。 または、現代の和歌山県や徳島県南部のアクセント。近畿中央部では、幕末以降に、用言のアクセントが変化しているためこの通りではない。ありがとうございます。